ハインリヒ・シュリーマン・ヨハン・ルート・ビヒ・ハインリヒ・ユリウス。シュリーマンは、ドイツの考古学者、実業家。ギリシア神話に登場する伝説の都市トロイアを、発掘した。メクレンブルク・シュベリーン大公国、ノイブーコを生まれ、9人兄弟で6番目の子であった。父エルンストは、プロテスタントの説教師で、母はシュリーマンが9歳の時に死去し、おじの家に預けられた。13歳で、 ギムノジウムに入学するが貧しかったため1836年に退学して食品会社の徒弟になった。次元では仕事の合間の勉強で15カ国語を完全にマスターしたとされるがその可能性は低いとされている。貧困から脱するため1841年にベネズエラに移住を志したものの船が難破してオランダ領の島に流れ着き オランダの貿易商社に入社した。1846年にサンクトペテルブルクに商社を設立し、翌年ロシア国籍を取得。この時期に成功し、30歳の時にロシア女性と結婚したが、後に離婚。さらにゴールドラッシュに沸くカリフォルニア州サクラメントにも商社を設立して成功を収める。クリミア戦争に際してロシアに武器を密輸して、 巨万の富を得た。シュリーマンによるトロイア発掘報告書の扉へシュリーマンらによるミケーネの調査自身の著作では幼少の頃にホメーロスのイーリアスに感動したのがトロイア発掘を志したきっかけであるとしているが、これは巧妙心の高かった彼による後付けの創作である可能性が高い。発掘当時はトロイア戦争は コメーロスの創作と言われ、トロイアの実在も疑問視されていたというのも、シュリーマンの著作に見られる記述であるが、実際には当時もトロイアの遺跡発掘は行われていた。彼は発掘調査費を自弁するために、貿易などの事業に奔走しつつ、イーリアスの研究と語学に勤しんだと、自身の著作に何度も書き、講演でもそれを繰り返した。 実際には発掘調査に必要な費用が用意できたので事業を畳んだのではなく事業を畳んでから遺跡発掘を思いついたのである。また彼は世界旅行に出て清に続き幕末慶応元年には日本を訪れ自助らしい縫ヌイルハポンエーユートンプレザンにて当時の東アジアを描写している。その書に売れは日本に到着したのは6月1日で 日本を出発したのは7月4日である。横浜滞在中に特に興味深かったものに八、王子へ向けての馬の旅を挙げており、6月18日に、シュリーマンは横浜からイギリス人6人と馬邸7人で八王子に向かい、手食器を備えた木造住宅、絹織物店が並ぶ街並みを見て、大通りの井戸を観察した。その後、ソレボンヌ大学や、 ロストック大学に学んだ後、ギリシアに移住して17歳のギリシア人女性ソフィアと再婚、トルコに発掘調査の旅に出た。発掘においては、オリンピア調査隊も協力に加わっていた。1870年に無許可でこの丘の発掘に着手し、翌年正式な許可を得て、発掘調査を開始した。1873年に、いわゆるプリアモスの財宝を発見し、 伝説のトロイアを発見したと懸念した。この発見により古代ギリシアの戦士時代の研究は大いに進むこととなった。プリアモスの財宝はオスマン帝国政府に無断でシュリーマンによってギリシアのアテネに持ち出され1881年にベルリン名誉市民の栄誉と引き換えにドイツに寄贈された。第二次世界大戦争中に モスクワのプーシキン美術館の地下倉庫に移送され、現在は同美術館で公開展示されているが、トルコ、ドイツ、ロシアがそれぞれ自国の所有権を主張し、決着がついていない。彼は発掘の専門家ではなく、当時は現代的な意味での考古学は整備されておらず、発掘技術にも限界があった。発掘にあたって、シュリーマンは、 オスマン帝国政府との協定を無視し、出土品を国外に持ち出したり施造するなどした。発見の重大性に気づいたオスマン帝国政府が発掘の中止を命じたのに対し、イスタンブールに駐在する西欧列強の外交官を動かして、再度発掘許可を出させ、トロイアの発掘を続けた。こうした不適切な発掘作業のため遺跡にはかなりの損傷が見られ、これらは 現在に至っても考古学者による再発掘、再交渉を難しいものにしている。シュリーマンは発掘した遺跡の内科か,から2番目がトロイア戦争時代のものだと推測したが、後の発掘で実際のトロイア戦争時代の遺跡は第7層 A であることが判明した。第2層は実際にはトロイア戦争時代より約1000年ほど前の時代の遺跡だった。これにより、 古代ギリシア以前に遡る文明が英華界の各地に存在していたということをも証明した。また彼は1876年にミケーネでアガメムノンのマスクのような豪奢な黄金を造した縦穴墓を発見している。1881年にトロイアの黄金をドイツ国民に寄贈してベルリンの名誉市民となった。建築家ビルヘルム・デルプフェルトの助力を得て トロイア発掘を継続するかたわら、1884年にはティリンスの発掘に着手。1890年、旅行先のナッポリの路上で急死し、自宅のあったアテネの第一墓地に葬られた。ありがとうございます。